今日はね、台湾で買ってきた、ちょっとね、主食で食べて美味しかったやつ。ごまのね、お菓子ですね。なんかもう、台湾で買ったものは、本当に漢字ばっかりでね、もう読めないんですけど、とりあえず、こういうね、ごまが挟まった、ちょっとなんかクッキー生地みたいな、サクサク生地にごま挟まったやつです。なんかお土産屋さんでね、これが美味しかったから、ちょっと即買いしちゃいました。じゃーん。なんか、袋がもう一個、あー上パチンパチンって止めれるやつになってる。これあれか、保存用か。すごいな、こんな親切なこと。そっか、これ一回で開けちゃうと全部食べきらなきゃいけないからか。めっちゃ親切な。はい、こんな感じです。結構量も多いですよね。すごい、なんかいっぱい食べれる。で、これちょっとね、コロコロっとした可愛い感じになってるんですけど、これほんと引き詰められてて取れない。うわ、これぎゅうぎゅうに入ってるな。あ、出た。出てきました。こんな感じですね。なんかすごいごまがね、なんかすりつぶされたごまがしっかりたっぷり入ってて、試食した時に思ったんですけど、ごま感がすごいんですよ。ごまの味が、香りもそうだし。うん、美味しい。結構ね、ごまと一緒に砂糖もね、しっかり入ってて甘いんですよね。しかもなんかこれすごい手作り感があるのが、中のごまの量が一個一個違う。例えばこれとこっちとだったら、うわ、もう出てこないな、ごめんなさい。すごいなんかの、一個一個ごまの入ってる量が違う。まあ部分によって違う。まあカットされた部分によって違うんだろうけど、なんかいいですね。なんかこういうちょっと一個一個ね、なんか不揃いなやつ好きです。え、美味しい、これ。これすごいお茶に合いそう。熱いお茶。なんかお土産でもらったらすごい嬉しいですね、これ。これ試食でも思ったけど、やっぱ美味しいわ。やば、止まらんな。なんだ、でもパッケージ見るとごまだけど、このちょっとなんか落花生の絵が載ってる。まあ、確かになんかちょっとダンコン、あの韓国語、ナッツ類系のなんかちょっと食感というか、香りかな、うん、っていうのは感じます。あ、でもそうなんですね。やっぱなんか漢字でなんとなくこれ落花生で書いて、落花生っぽいのとこれごまでいいのかな。なんか日本語のごまの感じとちょっと違うから、あれですけど、うん。やっぱごまと落花生で作ってんのか、これだけ成分。あ、砂糖ももちろん入ってますね。うん。あ、でも砂糖とごまと落花生って感じか。すごいシンプル。シンプルだけど美味しい。いいですね。うん。うん、なかなか美味しい。これやっぱおすすめです。ちょっとおばあちゃんとかおじいちゃんとかの高齢の方のお土産にこういうのがいいのかな。なんかヌガーとかだと歯にひっついちゃうだろうし。まあドライマンゴーとか、定番のお土産で言うとやっぱこっちの方がいいのかな。なんかこれ高齢の方におすすめです。以上、台湾のお土産で買った落花生とごまのお菓子でした。